すごいありがたいことに向こうの、ね、ヘビーメタルシーンが受け入れてくれて、僕ら実は一回も自分たちのことをメタルとは言ったことがないんですね。ブラックメタルであったり、まあ、ドゥーム、スラッジだったり、こうヘビーメタルでジャンルってめちゃめちゃ先鋭なジャンルというか、すごいエッジなジャンルで、なんかいろんなもの、現代音楽からシューゲーザーから、ね、どん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 取り込んでいって、もうすごく一番尖ったジャンル、そういうところで僕らもこう迎え入れてもらえて、今実際こうやっていろんな国をツアーさせてもらってバンドで生活できてって、もうすごい本当にラッキーで幸運なことですよね。本当感謝してますね。僕ら基本的に友達としかやらないんですね。だから自分たちがやってることを仕事とは思ってないし、友達関係でフレンドシップの上で全部がこうつながっていって、本当今までサポートしてくれたりサポートしたり、まあ、そういう関係でずっとやってきてる感じですね。いやバーンと売れたりとかそういうのはないんですけど、いろいろそういう人づてに、友達づてに少しずつ少しずつコミュニティが広がっていって、はい、で楽しくやらせてもらってる感じです。とりあえず目と目が合う距離に行ったり、手と手で握手ができたりハグができたりする距離で話をしたり、それが一番じゃないかな。ネットとか、ね、重さも何にもないですからね。メールとかメールでデモ送っても聞くわけないし、会いに行って話して目が合えば分かることがすごい多かったりとかね。なんか、まあ、インターネットが生活の中心になっちゃってるけど、情報量って逆にすごい減ってると思うんですよね。軽くなっちゃって、それより会って目と目で会って分かり合えることとかの方が情報量すごい多いから、そうやってそうですね、一つずつつながりを作っていけば楽しいことがいっぱい起こって広がっていくと思いますね。だから僕らずっとやってるんですけど、世界的に流行ってるから、そっちのそのなんていうんですか、プレス工場がすごい忙しくなっちゃって、納期を早めなきゃなんないとか、そういう煩わしいことが起こってる感じはありますね。まあずっとやってることなんで、まあ多少今のブームで枚数が増えても、まあまた戻るだろうし。じゃあニューアルバムディアぜひ聴いてください。じゃあライブもぜひ遊びに体感しに来てください。